んにちは、トリッピーです。今日はシード色からペレットへの切り替え方法を何点かやっていきたいと思います。用意するものはいつものシード色 と、切り替えを目標としているペレットです。ペレットへの切り替え時なんですけれども、守ってほしい点がいくつかありまして、まず一つが、ペレットへの切り替えは体調のいい時期に行ってください。産卵期や寒雨時期は避けてください。で、2つ目ですが、ペレットを与えた分のシードの量は減らしてください。例えば、普段が 10g のシードを与えているとして、ペレットを 5g 与えた場合はシードも同じく 5g 減らすようにしてください。で、3つ目が、体重測定を必ず毎日行ってください。もし大きく体重が落ちる場合は一旦中止してください。で、4つ目ですが、このペレットはダメだったと言ってすぐに他のペレットに変更するのはやめてください。鳥ちゃんが混乱してしまいますので、しばらくは1つの種類のペレットで移行を行ってください。1つのケージに1羽飼育している場合ですが、毎日少しずつペレットの割合を増やしていくという方法があります。例として1日に 5% ずつ増やしていく、こんな風にですね。こんな風に増やしていくという方法です。体重測定を毎日行い、体重が大きく落ちる日があれば割合を1日前の割合まで戻して、で、体重が落ち着いたら再びペレットの割合を増やしていくという方法です。こちらは30日から40日で割合が 100% ペレットになるのを目標としてください。一つのケージに複数羽いる場合、朝と夕方で分けて与えるという方法があります。例えばこちら一つのケージに2羽いる場合、こちらですが、毎朝昨日の残っているご飯は全部捨てていただいて、複数箇所にペレット 100% を設置していただきます。設置する食器の数ですが、数プラス1以上でお願いします。2羽の場合は3個以上でお願いします。このように鳥さんが食べやすい場所に設置してあげてください。日中鳥さんは食べるものがペレットしかないので、我慢して食べてそのまま慣れてくれるという子がいます。体重の変化を気にしながら夕方になったらシードを足してあげてください。次に大型インコちゃんの場合ですが、練り餌にするという方法があります。ペレットを粉末にしてぬるま湯で溶かして団子状にするというものです。作り方はこちらです。フードプロセッサーやすり鉢で粉末状にしたペレットをこのようにぬるま湯を加えて溶いていきます。まず状態を見ながらお湯を足してあげてください。で、こんな感じになってきたら、いつものシードを練り込んであげます。こんな感じですね。で、シードが混ざったらこちらを団子状にしてあげてください。鳥さんの大きさに合わせて団子の大きさも変えてあげてください。練り込まれたシードを食べる際にペレットも口に入り、徐々にペレットの味に慣らしていきます。シードの割合を徐々に減らしてペレット 100% の団子にします。その後ペレット団子の水分量を減らして通常のペレットに慣れるようにしていきます。